オクティビア・イー・バトラー、オクティビア・エステル・バトラー、1947年6月22日から2006年2月24日は、アメリカの SF 作家。SF 作家としては、珍しいアフリカ系アメリカ人かつ女性であり、その民族的、性別的視点はユニークなものであると評されている。1995年、SF 作家として初めて、 マッカーサー財団から天才賞を授与された。カリフォルニア州パサデナで生まれ育った。五人目の子供として生まれ、しかし四人の兄は早くに亡くなり、また靴磨きだった父も彼女が赤ん坊の頃に失い、祖母と女中をして稼ぐ母に育てられた。様々な人種が入り混じった地区で苦労して成長した。ノートン・アンソロージー・オブ・アフリカン・アメリカン・リテラチュアによれば、 バトラーは、厳格なバプテスト派の家族の中の唯一の子供で、内政的で、早くから、アメージング、ファンタジーサイエンスフィクション、ギャラクシーといった雑誌に引き付けられ、SF の古典を読み漁るようになった。オクテビア、母も同盟だったため、ジュニアを意味するジュニーと呼ばれていたは、内向的な無双化で、後に、ディスレクシアと診断された。 10歳で母を解き伏せタイプライターを購入してもらい、寂しさと退屈を紛らすために書き始め、12歳で生涯を捧げることになる SF に目覚めた。ブラックスカラーシデバトラーは、私は自作の短い物語を書いていた。12歳の時、ひどい SF 映画を見ていて、これより良いストーリーを書けると思った。だから、テレビを消して、書いてみた。 それ以来ずっと SF を書いていると書いている。また SF にのめり込んだ理由として、それが最も自由に創造性を発揮できるからと述べている。パサデナシティカレッジで1968年に、純学士を取得後、1969年、カリフォルニア州立大学ロスアンゼルス校に進み、さらに当時、シオドアスター・ジョンや、ハーラン・エリスンが教授を務めていたで、クラデ、 ライティングコースを受講した。在学中様々な職業を経験し、この時の体験は、キンドレットに生かされている。バドラーは後に、小説を書くための最良の助言を与えてくれたとして、二つのワークショップを挙げている。1995年、マッカーサー財団より、サイエンスフィクションと神秘主義、神話そして、 アフリカ系アメリカ人の精神性の卓越した融合を称えて天才賞を授与される。バドラーはこのことを謙虚に受け止め、私は何か高貴な目的があったわけではなく、ただ、良い物語を書くことが好きなのだ。しかし、もし私の書いたものが、他の人にとってこの世界を理解することの助けになっているのなら、それはより一層喜ばしいことだと述べている。 1999年11月、バトラーは、ワシントン州シアトルに移った。バトラーは、自身を、気ままで、被写公的、シアトルの真ん中の因者、不注意な時は、悲観主義者、フェミニスト、黒人、元バプテスト、水と油のように野心と怠惰と不安と自信と、活力の混じったもと表した。人種と性別の曖昧性は、バトラーの作品のテーマとなっている。 2006年2月24日、バトラーは、ワシントン州、レイクフォレストパークの自宅の外で亡くなった。報道では、歩道で転んで頭を打ったために死亡したとされていたが、即死ではなく、頭を打ったことで、脳梗塞を誘発したためともされている。また、ローカス氏、衣臭543ボリューム5 6ナンバー4によれば、逆に、脳梗塞が、 引き金となって転んで頭を打ったとされている。最初に刊行された作品は、クロスオーバーで、クラディオンの1971年版アンソロジーに収録された。チャイルドファインダーは、ハーラン・エリスンが買い取ったが、予定されていたアンソロジーは刊行されていない。私は、自分が作家としての道にあると思っていた、とバトラーは、自身の短編集ブラッド・チャイ・オールド、 アンドアザーストーリーズで書いている。実際、別の原稿が売れるまでの5年間、別の仕事で食い繋がなければならなかった。バトラーの短編集としては、1996年のブラッドチャイオールドアンドアザーストーリーズがある。序文でバトラーは、短編を書くのは嫌いだと書いており、自分は、本質的に、長編作家だ。私が興味を持つアイデアは大きくなる傾向があると、 書いている。1971年から1993年までの5つの短編が収録されている。表題にもなっている。血を分けた子供は、ヒューゴーショ章とネビューラ章を称した作品で、昆虫のような種族に支配された惑星で、居留地に住む人類を描いている。その異星人は人間に卵を植え付けて、幼虫を育てるため、一種の共生関係が存在している。 バドラーは後書きで、この作品がよく言われているような奴隷制度に関するものではなく、愛情と未来、さらには男性の妊娠を描いたもので、宇宙に広まっていった人類が先住種族と結ばなけばならないかもしれない、奇妙な定型関係を描いたのだと書いている。バドラーはまた、馬場いに感じる恐怖を彼女なりに描いたものだとも書いている。バドラーは、自弁小説の形式で、 現代や古代の社会問題を描く。比喩的な言葉で人種、性別、性、宗教、社会の進歩、社会階級といった概念を表すことが多い。しかし、そういった問題を比喩だけで扱うわけではない。例えば、階級闘争はパラブルシリーズの明確なテーマの一つである。一方で、彼女のストーリーはその問題の解決法を提示することはなく、 希望が生き残るだけとジョン・アール・プファイファーは述べている。受賞。ノミネート。2006年、ザ・オクテイビア・イ、e ・バトラー・メモリアル・スカラー・シップがによって創設された。バトラーのような有色人種の作家が、クラリオンワークショップに参加できる、要奨学金を提供することを目的している。最初の奨学金は2007年に授与された。長編。 短編。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。